アネルラスカイは、ユーゴスラビアコソボプリズレン出身のサッカー選手。ポジションは MF。コソボの KF リリアでサッカーを始め、14歳でスウェーデンに移住した。スウェーデンではまず E フレイキンに入団するが、数ヶ月後に地元のライバルクラブであるハルムスタッツ BK に引き抜かれた。2007年、18歳の誕生日にカルマル FF 戦でデビューを飾った。2008年は主に、 セントラルミッドフィールダーとして起用されたが、所属選手遺跡などのクラブ事情により左サイドのウィンガーも務めた。ラスカイはスウェーデンのパスポートを取得できていなかったために UEFAU-21 欧州選手権2009の出場を逃した。スウェーデン U-21 代表コーチのユルゲン・レナートソンはラスカイが代表の中心となっていた可能性に言及した。 スウェーデン国籍は2011年に取得できる見込みで、その時点でスウェーデンかコソボいずれかの代表を選択することになる。また、アルバニア代表を選択することも考えられたが、すでに断りを入れたことを話している。2009年、ラスカイは非公式ではあるが、コソボ代表チーム、チームコソボの一員として、2008年スウェーデンリーグ、王者カルマル FF 戦に出場した。 2010年2月にはコソボ代表の首相としてコソボ独立記念日に行われたアルバニア B 代表戦に出場した。前ハルムスタッツ B 系監督のヤンネ・アンデルソンはジネディーヌ・ジガンやセスク・ファブレガスを比較対象とし、かつてクラブに在籍したフレドリック・ユングベルやニクラス、アレクサンデ・ションを上回る才能と評している。ありがとうございます。